青部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では174番目に置かれる。青字は草木の色である青色を意味する。草色であるため時に緑色も包含されている。説問開示は生徒、生と単の会意文字とし、単文に収めているが、これは木が火を生じるという五行説により、企業の色である青から。 家業の赤を生じるとこじつけたものである。現在では、下部の字は、どんぶりと考えられており、生は草木を表すイフとされる。なお、現代中国語では青色を表す字として、青は使われなくなっており、もっぱら、愛字を使っている。変貌のイフとしては青色に関することを示すものがあるが多くはなく、もっぱら、青少といった音を表す小符として使われている。このため、 青イフとする漢字は多くイフの型の部種に従っており、青部では他の部に分類できなかったものを収めている。印刷書体において、後期時点は下部の字を円形とした青を採用している。現代の日本の新字体、中国の新字形、台湾の国字標準字体、香港の常用わざ字形表はどれもガツ形の青を採用している。ただし、日本、 中国では最初の縦格の終端を止めにし、台湾、香港ではガツと同じように払いにするという細かな違いがある。また、日本の表外漢字については基本的に後期字典体に従うことになっているので、青を使っている。青、ありがとうございます。